すごいね、いいですよ。あの皆さん職人肌で。青梅ミスタータイヤマンから、帰ってきまして、組み付け終わりましたよ。でかい、重い、あー重っ。右後ろ外しました。あとこれで下ろしてどうなるかがね、ちょっとわかんないけど、とりあえず反対側もはめて、やってみますか。左右組み付けました。
でもいいねやっぱ上がったな。注意点というか、タイヤ屋さんがね言ってたんですけど、今回つけたワイドオーバル、あのね、まあ古いタイプのタイヤなんで、精度がねあんま良くないみたいで、このねタイヤの、接地面がすでにもうね波打ってんの、デコボコしてて、だからバランス取っても取り切れないから。触れるかもなっていう話でした。で、今回、取り付けてもらった、ミスタータイヤマン、大目店は、アライメント調整もしてくれるし、なんかいろいろ足回り関係のことをね、専門的にやれるなんかね、特殊なマシンがあるっていう話を聞いたことあります。僕が、やったことないんだけど、うちのね、お客さんの車屋さんとか、走り屋系の車いじくってる人なんか結構ね行ってるみたいで、多分この辺じゃ一番その手のことできんじゃないかなと思うんで、もし気になる方行ってみてください。結構ね行くとね、あ、この車走り屋だなとか、なんか走ってんなこの人っていうような車がね結構いるんで、こういう車結構珍しいかもしれないですけど、この地区じゃ割と、信頼できる、ショップだと思うんでね、ぜひ行ってみてください。そんなわけで、着いたね。やっぱちょっとフロントのね、さっきも言ったけど、ここが気になるね。やっぱ落とそうかな、もう。多分今フロントにね、ローダウンキット入ってるんですけど、僕の丸さんは。おそらく、5段階調整ぐらいできるやつなんですよ。フラットフォーカットとかで売ってる。それのね、真ん中ら辺だと思うんで、もう一つ下ろそうかな。だから今度はこれ、フロントローダウンしてみよう動画かな。まあちょっとね、忙しくて今、仕事が結構詰まってるので、あんまり時間がないから、エンジン下ろした時みたいにできないかもしれないですけど、またアップしたいと思います。熱い。では。